はい、マットショーの時間です。これからは日本の時代が来ます。近年の世界的なパンデミック、世界各地で発生している地震や異常気象など、世界的に厄災が多発しています。実はこの世界的な厄災にはある周期があることが分かりました。地球は一つの生命体で自己調整システムを備えているという考え方があり、それをガイア理論と言います。今回はガイア理論やガイアの法則というものについて詳しくご紹介していきたいと思います。まずこのガイア理論というのは、今から約60年前の1960年代に当時 NASA の職員だったイギリスの生態学者ジェームス・ラブロックによって発表されました。その内容を大まかに言うと、地球とそこに住んでいる僕たち人間や他の生物がお互いに干渉し合うことで、地球が一つの生命体のように自己調節システムを備え、互いに進化していくというものです。例えば僕たち人間の体を構成している細胞は、僕たちの意思がなくても体の機能を維持するように病原菌と戦ったり、傷ついたところを修復したりします。また体温が低くなると震えたり、逆に高くなると汗をかいたりして体温をコントロールしたりもしているのです。これは僕たち人間以外の生物も同じように環境に適した状態になるように常にコントロールしています。このような生物の機能と同じように、地球自体も地球の環境を一定に保つようにコントロールする自己調節システムが存在し、僕たち人間のように地球に住んでいる生物は地球を構成する細胞の一つ一つになっているというのです。地球が誕生してから、地球上には生物が生存していくのに最適な酸素濃度や気温などを維持し続けてきました。地球が誕生してから46億年というとてつもない長い期間が経過していますが、この期間に巨大な隕石が衝突したり、大規模な気候変動が起きるなど、数々のダメージを受けてきており、そのためにその傷跡は修復されて、生物が生存可能な環境が維持されているのです。こういった地球による自己調整システムの働きによるものだというのがガイア理論となります。また NASA の放射線帯嵐探査機によると、地球の声ともいえるような電波の音を補足しました。それがこちらの音になります。そして他にもアポカリプティックサウンドという、世界中で聞こえる地球が泣いているような正体不明の不気味な音もありますよね。このように地球が生きているのではないかと思わせられる不思議なことが数多くあります。さらに最近ではこういった自己調整システムとは別に、人間が集合体となって発展していく文明にもバイオリズムと寿命が存在するというガイアの法則というものも唱えられるようになりました。このガイアの法則というのは、日本の作家である千賀一樹氏の著書ガイアの法則で唱えられたもので、自身が2003年にバグダッドにあるエリドゥ遺跡で受けた神秘的な体験がこの法則があることを知るきっかけになったといいます。2003年に無性にイラクに行きたくなった千賀一樹氏は、シュメールの遺跡を観光します。そこでトランス状態になり、シュメールの最高神官が現れます。そこでは、人類の文明がこの地から始まったのは偶然ではなく、宇宙の法則の英知を授けるために招いたと言われたらしいです。その宇宙の法則とは、基本的には16分の1と4分の1というのが関係しているそうで、例えば人間のバイオリズムも365日を16で割った23日らしいですし、16分の1分割は16ビートなのですが、古代からの音楽や人間が乗ってしまう音楽によく使われているそうです。そういった神秘的な16という数字、シュメールの遺跡やイスラエル、エジプト、日本の皇室など同じような16吉化文が見つかっています。この共通点が宇宙の法則を表しているのか、そしてもっと細かいことを言うと、16は4が4つという意味で、4分の1が神聖だと言います。360度を4分の1すると90度という直角になるのが神聖だということです。そしてここから具体的に話していくと、まず大きいところから見ていったら分かりやすいと思うのですが、地球の歳差運動の周期が 25,776 年だと言われております。これの説明が難しいのですが、簡単に言うと、地球は自転軸が傾いていて、日々回転軸の向きが変化していて、 25,776 年かけて一周すると言われているんですね。
これが地球の一番大きい一つの周期とします。ここから先ほどの16分の1や4分の1が関係するのですが、一番大きい周期の 25,776 年を4分の1した 6,444 年というのが次の大きい周期になります。その周期とは人類の文明が一周する周期です。その次に小さい周期が 25,776 年を16分の1にした数字と 6,444 年を4分の1にした数字は同じになるのですが、1611年の周期になります。これを説明していくと、まずこの地球の文明はシュメール文明から始まり、1611年という周期で地球の16分の1の距離を移動していき、その文明は西と東を交互に移動していきます。16分の1というのは360度を16で割ると 22.5 度になりまして、経度で 22.5 度ずつ東西に移動するということです。わかりやすいように図を表示しながらの説明になりますが、その文明は東回りの文明が精神文明、西回りの文明が物質文明だと言います。東回りスピンから見ていくと、統計45度で始まった東回りのシュメール文明の1611年後に東に 22.5 度移動してインダス文明になります。そして1611年後に東に 22.5 度移動してガンジス文明になります。次に東文明となっていきます。そしてその法則で言うと、1995年頃から統計135度で日本文明になると言います。一旦日本の話は後で話すとして、西側の文明も見ていきます。東回りのシュメール文明とインダス文明の間の時代に統計 67.5 度で全インダス文明が始まり、1611年後に西に 22.5 度移動してメソポタミア文明、そうやってギリシャ文明、アングロサクソン文明となっていきます。そしてシュメール文明の始まりからアングロサクソン文明の終わりの期間で、先ほど話した一番大きいサイクルの 25,776 年の4分の1である 6,444 年という周期が終わります。つまりこの法則でいう1995年から始まった日本文明は新しいサイクルの始まりということなんですね。そして日本文明の統計135度の場所はというと、淡路島になります。淡路島は日本神話によると、イザナギとイザナミが最初に産んだ土地になります。つまり日本神話は1995年からの新たな時代を予言していた本なのかもしれませんね。あの黒幕とも言われる竹中平蔵が昨年まで会長だったパソナも本社を淡路島に移転しましたよね。そして日本文明になった1995年の淡路島はというと、阪神淡路大震災があったのですが、破壊と再生、新時代の合図なのかもしれません。日本文明は東回りなので精神文明になります。前の時代のアングロサクソン文明はより物質面が発展していった時代ですが、今回の日本文明は精神面での発展、そして6444年周期の初めの文明でもあるので、一気に変わる時代になるかと思います。日本は先進国の中では一番精神的な民族だと僕は思っておりまして、神道や仏教に全ての国民が密接に関わり、これほど信仰心がある先進国はないかなと思っております。信仰心があるということが分からなくなっているほど体に染み付いているということです。そしてよく僕が100年ごとに同じことが起こると話している予言方法があるのですが、これをガイアの法則に当てはめてみることもできるんですよね。先ほどの1611年をさらに16で割ると 100.6875 年という数字が出てきます。つまり100年の法則は実は100年から101年の周期で一周するということになるのではないでしょうか。改めてこの法則の例を言うと、今回のパンデミックの約100年前にスペイン風邪のパンデミックが起こっておりますし、2022年に起こった安倍元首相の暗殺事件の101年前には原敬元首相の暗殺事件が起きています。まさに100年から101年で悲劇が繰り返されているのです。ではこれから起こることとして100年前に起きたことは何なのかというと、1923年9月1日に起きた関東大震災です。つまり法則によると、今年か来年に大きい地震が起こるのではないかと予測できるのです。そして日本の考え方として、善悪の考え方ではなく陰陽の考え方であり、それはガイア理論にも通じるものがあります。雨は水害を起こしますが、恵みももたらします。両方地球にとっては必要なものなのです。いろいろな厄災も人間にとっては悪いことと捉えられるかもしれませんが、地球にとっては免疫機能といいますか、地球環境を維持するために必要なものだとも考えられるのです。
まだまだ実感はないかもしれませんが、これから日本が中心だと思われてくる時代が来るのかもしれません。それはいいこともありますし、当然悪いことも起きるので、それは宇宙の法則として理解し、受け入れなければいけません。なので悲観的にならずに前向きに生きていったらいいと思います。今回の話は以上となりますが、今回の話あり得るかもと思った方はグッドボタンとチャンネル登録して魔族になっていってください。また都市伝説バーカムナを新宿でやっております。営業日営業時間は毎回変わるので、概要欄リンクの公式 X から確認してからご来店ください。通常営業はチャージ料1時間1000円となっていたり、様々なイベントをやったりしておりますので、必ず X をご確認ください。それではご視聴ありがとうございました。